はい、トンチーです。今回ついにこれを飲む時が来ましたね。サントリーロイヤル12年と15年です。いや、前ね、サントリーロイヤルの回をやったんですけど、普通の SR 表記ですね、年数表記のないものを年代順に飲んでいったんですけども、今回も朝倉あさげさんのブログからちょっとね、画像転用させていただくと、このあたりだったんですね。特急表記とかね、あと、アポストロフィー60とかね、この辺やってました。あと90年代 SR っていうのを飲んだんですね。はい。このあたり3つぐらい飲んで、まあ、うまいって言うてました。で、昔のやつは、海外のスコッチなんかに、まあ、追いつけ追い越せみたいな、そういう時があったんですね。そういうとこからですね、本当にいよいよ原酒余りで、ウイスキー冬の時代っていうのに入ってくるのが、この年数表記が出た、1995年ぐらいなんですけど、これがプレミアム12年。これが出た時ですね。で、その2年後にプレミアム15っていうのが出てるんですね。で、現在ではプレミアム表記っていうのはなくなってます。もう原酒不足なんで。でも原酒余りの時は、こういったものが出て、そっから響き17年っていうものにどんどん上がっていくというね。そう、だから響きっていうのは、スタンダードが17年だったんですよ。で、そっから21年とかですね、30年とかですね。あと、とんでもない50年とかね、出てましたけども。まあ、響きに繋がっていくための、階段がここにバカーッと出来上がってるという。ただ、まあ、トップのフラグシップボトル、ね、高級で贈答用っていう、サントリーの水を集めたブレンデッドっていうのが、ロイヤルでしたんで、この時期が黄金期ですね。で、まあ、SR で十分うまいっていうのが僕の、まあ、持論なんですけど、飲み比べたことは実はないという。いや、そう、金持ちのおっさんとかやってると思いますよ。ね、いろんなところで買い漁って、響き17年との違いはとかね、なんかそんなん言うてるおっさんもいると思いますが、こっちは貧乏なおっさんなんで、拾えるところをちょこちょこっと拾ってっていうことで、ようやくですね、こんなん開けないですよ。開けるわけがないですね、これ。もう、人財産ですから、もうこれね、あと何年か、ねえ、これ寝かしといたらもう家が建ちますからね。こんなん飲むわけがないですね。はい。ということで、これはもう、いつも言うように、家宝ですから。トンチーチャンネルね、今回飲むのは、皆様のおかげで300人突破しましたんで、ね、300人の壁を超えたっていうことで飲むっていうことなんで、まあ、でかい方はね、チャンネル登録者数300万人突破したらこれ飲みましょう。ね。はい。ということで、これは飲まない。飲めない。で、これ、ミニボトルですけども。180ml ですけどね。これでもね、貴重なんですよ。ヤフーオークションで落としましたけども。これでも、送料込みで3000円超えてますから。このサイズで。そうそう、だからもう、現行品の、ノンエイジで言うと、山崎白秋なんかよりも、まあ、はるかに値段上がってますから。はい。で、これ、こっち開けるんかいっていう話でしょ。開けるわけがないですね。はい、まだちっちゃいのあるんで、ね。ああ、もうずいぶんちっちゃになりましたね、これね。はい。こっち開けましょう、これね。うちケチなんで、ケチなチャンネルなんで、はい。庶民派、そうそう、庶民派なんでね。はい、これ手に入れるだけでも大変ですよ、これ。これ500円じゃ手に入らないですね。どれぐらいかなー。こっち2、3000円ってとこなんですよ。送料込みで3、4000円ってとこなんですけど、これ 180ml。これ 50ml なんだけども、それでも2000円ぐらいはしますね。まあ、ワンショット2000円って考えたら、高いのか安いのかって言ったら、まあ、まあ、それぐらいするよね、みたいな。ジャパニーズウイスキーブームの中では、まだ手に入る方ですよ、これでも。だって、響きなんてミニチュアボトルでいくらするんじゃいっていう話で、響き17年とかなったらね。頭おかしいですよね、ね。はい。で、今度こっちですけど、今、プレミアム15っていうのが手に入ってるんですよね。で、こっち今出してるのが、黒の12年なんですよ。黒ラベル12年。だから1997年以降のやつなんですけど、それのスリムボトルですね。でね、実は、
サントリーロイヤルの中での最高峰は多分おそらくこれ。プレミアム15ですね。青ラベル。で、金ラベルもあるんですけど、そっちちょっと、贈答用って言われてて、何が中身がどう違うのか僕にはよくわかんないんですけど、飲み比べてないので、ただこっちの方が割と人気あります。青ラベル。で、黒ラベルは、12年に関しては、やっぱね、青の方がいいんですよ。こっちですね。だから青ラベルを、イージーが上がったのが15。こっちに来てるんですよ。で、黒は黒でちょっと別ラインみたいなので、今回はね、これは飲まないと。で、さっきも15年のね、こういうのを手に入れてるわけですけど、青ラベルの12年って15年に比べても、結構入手困難。人気が高い。弾数は少ないわけじゃないんだけども、青ラベルの12年は15年と同じぐらい値段が張っちゃいます。美味しいんだそうですね。はい。だったら15年僕は買いたいので、12年の青ラベルっていうのは、僕はあんまり手出してこなかったんですよ。しかし、今回手に入れました。はい、ヤフーオークションで。それがね、なんとこれですね。なんじゃお前って言われそうですけど、首の取れたアヒルボトル。これは、ここ書いてますけど、サントリーオープン95です。サントリーオープン95で、で、裏を見ますと、サントリーウイスキーロイヤルプレミアム12年って書いてるんですね。内容量は 500ml です。なので、こっちのね、フルボトルに比べたらちょっと量は少ないんですけど、まあ、陶器ボトルでこういうおしゃれになってて、これね、いくらで手に入れたかな？とんでもなく安くゲットしてます。2000円ぐらい。これありえないです。プレミアム12年は、フルボトルだと、5000円では今手に入らないですね。いや、本当に。昔、そうですね。イタルズバーチャンネルなんかが飲み比べやってた時っていうのは、まだ手に入ったんですけど、あの人たちの影響もあってかどうかわかんないですけど、オールドボトルブームもあって、ね、ジャパニーズウイスキーブームもあって、まあ、みんながわかっちゃったんですね。これうまいやないかと。ですんで、割と手に入りやすかったんですけど、まあオークションでも、まあ値段が2、3倍は上がってます。はい。残念ながら。はい。普通のね、SR はまだ、そこそこ、お安いですけども。ということで、これとこれ。ね。で、前回飲んだ、これは普通の SR ですね。普通の SR 表記のやつ。この3つ飲み比べましょうか。ね。これ、まあ未開封ですけども、開封するのは、取り置きしたやつで、いきますんで。はい。ちょっとこれ邪魔なので、これちょっと置いといて。ということで、15年と、普通の SR もね、ミニボトル、ありますけども。ということで、これ開けましょうか、まずね。コルクとか大丈夫なんでしょうかね。さあ、これ、ちゃんと取れんのか？どうすんねん、これ。一応ね、タポタポ言うんですよ。ねじったね、やっぱこれね。動かないからねじるしかないんですけど。こうなっちゃうので、値段が安いというね。ザコシか、これも。どうしようかね。やるっきゃないですね。まあ今こんな感じですね。いやーほんとめんどくさいなー。もうね、これ完全にボロボロですね。うん、まともに取れる気がしないので、ほじるしかないんですけど、うん、もうなんかいい匂いですね。本当に。95年ですからね、そんなに遠い昔っていう感じではないんですけど、まあ、30年経ったらこうなっちゃいますね。本当はね、お茶パックがあったらいいんですけど、ちょっと今お茶パック切らしてまして、ロイヤルサルートの時思い出しますね、本当に。はい、行きましたね。ほう。思ったより綺麗に茶こしでいけました。はい。これまたね、綺麗にして、で、キャップは
まあこれに合うやつがあるかどうかわかんないですけど、また付け替えておきます。はい。まあ、こうやって、ね、入れ替えるんですね。いやー、すっごいいい匂いだけど、ロイヤルサルートの時の方が匂いどぎつかったですね。どぎついっていうか、あっちもっとね、まあ21年なんで、ね、20年超えてるようなものなので、香りの成分がもっと強かったんですけど、こっちはちょうどいいぐらい。上品です、本当に。うん、ロイヤルサルート本当ね、なんか、甘い匂いが、ぷわーってしてたんですけど、こっち、もう少し、なんて言うんでしょう。僕、こっちの方が期待してます。はい。あれ、もそろしくうまかったんですけどね。さあ、どうしましょうか。どれから行こう。やっぱり、SR から、順に、時代をこう、下っていきますか。じゃあ、まず SR ですね。普通の。どれがどの香りやっていうのがね、ちょっと見えにくくなってますけど。で、これですね、15年。もったいないけど、これ開けましょうね、これもね。ね、そのためにやってますからね。このチーチャンネルも。さあ、どんな感じなんでしょうか。うわ、どれも濃いなぁ。15と12はほぼ一緒ですね。で、SR と12は、若干気持ちいい。12の方が赤茶色。うん。ちょっとだけ赤茶色で、色は濃いんだけども明るいのが12年、15年ですね。SR の方が、なんとなく色が黄色側かな？これも相当濃いですけどね。まず香りを。嗅ぎ比べます。SR から。はい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 。これですね。SR の香り。水ならダルとシェリーダル。山崎シェリーダルがもういい感じで合わさってますし。で、バーボンダル。このあたりもちゃんとしっかり効いてますね。まあこれ私はよく嗅いでる匂いですね。12年。香りをいきます。あ、やっぱりシリーダルというか、ただのシリーダルじゃないですね。あの、レーズン系です。本当に。いやー、スペーサイドな感じが入ってますね。あの、噂通りです。イタルズバーチャンネル言ってたそのまんまですよ。で、こっちですね、15年。ちょっと匂いだけだとわかんないです。12と15って。あー、なるほど。いや、本当にイタルズバーチャンネル、もう中身言うけど、うん、あの、シェリーっぽさは、12ですね。甘い、レーズンっぽい感じで、ふわっとくんのは12。で、こっちはね、もうちょっとね、あの、水ならとか、その、落ち着いた感じが強くなってんのが15ですね。うわぁ、でもこれ、どっちも華やかですよ、すごい。あの、ただのね、山崎、もちろん山崎原酒主体なんですけど、うん、これ、キュアモルトの山崎ですね。だからシングルモルトの山崎では絶対出てこない匂いです。それと、匂い自体はね、響きとは違いますね、やっぱり。ロイヤルって感じの。これ不思議ですよ。ロイヤルにはロイヤルの、やっぱり匂いがあるんですね。じゃあちょっと、もう早速試飲をね、いかせていただきます。SR から。うまいですね。おそらくこれ、響きマークの SR なんで、あの、91年以降のやつだと思います。まあ、一番、ノリに乗ってる時の SR 表記いただいてます。はい。で、これはもう本当に前回飲んだやつと一緒なんで、これで極まってますよって俺が言ってたやつですね。結構濃いんですよ。で、香りもバーンきますしね。いや、これよりうまいんでしょうか。ここで僕結構、満足なんですけどね。じゃあ12年、いかせていただきます。すごいね。いや、こんなうまい酒なかなかないですね。うますぎる。ちょっとこれ早くね、ちょっとなんか栓したいんですけど、香りが飛ぶ前にね。いやー、これはすげーわ。高級感。上がってます。
さらになんか純度が上がってる感じがするのと、やっぱこれシェリーですね。嫌味のないシェリーですけども、大人ですね。いやー、なんて言うんですかね。これ、本当に、女性に例えると、おしゃれな、なんかパーティードレスとかバーンって着て、こう、ね、ハリウッド女優が、こう、レッドカーペットの上歩いてるみたいなゴージャス感が出てます。はい。え、こっちの別に普段着とかそんなんじゃないんですよ。ね。そこそこの入り立ちなんですけど、いや、こっちはもっと、なんでしょう。ドレスアップして、美容室にもちゃんと、なんか、ね、ビダルサスみたいな世界ですよ。なんか、例えがチープですけど、すげえわ。これすごい。ちょっと、華やかさがブワーっと増して。いいね、いいね、これ。いや、ほんと、プレミアムです、これ。うん。で、響きとかともまた違いますね。やっぱ、山崎の原酒の、非常にいい時だったんでしょうね。はい。で、熟成がね、行き過ぎてないところが逆にいいっていうのはわかります。古いね、もう20年以上経ったような、原子構成のやつって結構ね、それはそれで、しんどいんですよ。なんていうの？糖蜜飲んでるみたいな。そういうとこありますね。それに比べたら、はるかにこっちの方がフレッシュですね。はい。今度15年いきます。違う。全然違う。ね。15年になると、水ならだるがすごいですね。奥深い、お線香みたいな。やっぱこの白檀とか言われてるこのオリエンタルな香りがもっと強く出てるのがこっちですね。だからシェリーとか華やかなやつが好きな人は12年ですね。なるほどね。これ飲み比べるとわかりますね。どれも、こう膨らんでいく感じ、広がっていく感じっていうのは、共通点あるんですけど、なるほど、これ、こっちの方が深いのは深いですね。熟成進んでるっていうのもわかるんですけど、そっか、華やかさで言うとこっちですね。こっち和服になってますね。はい。和服も、まあもちろんいいんですよ。単純にゴージャスで、セクシーなのはこっちですね。こちらもね、匂いはかなり強いんですけど、水ならですね、これね。うん、水ならが強く出てるっていうのがこっちですね。で、全体的にこうバランスがいいっていうか、バランスだけで言うとこれですね、SR ですね。そうか、だから、これ基準にして、シェリーダル強く濃くしたのが12年。水ならダルを濃くしたのが15年っていう、そういうイメージで、よろしいんじゃないですか？ブレンドを変えたっていうかね、どうなんだろう。でも変えてるとしか思えないぐらい方向性がガクンと違いますね。そう、だからスタンダードなラーメン。で、こっちがなんか味噌ラーメンで、こっちがこってり背脂とかね、なんかもう全然別方向になってますよ、これ。飲んだ時の、この華やかな感じとか、ゴージャス感っていうのが一番あるのが12年ですね。不思議なことに。15年はちょっと落ち着いた感じになってます。そういう意味で言うと。でね、びっくりすることにね、ババアの押し入れの匂いしないですね。どれも。BBA じゃない、そのおばあちゃん家の押し入れの化粧水とか、灯油とかね。よく言うてますけども、防虫剤とかね。ないです、そういうの。そういうのないのにもかかわらず、このお線香臭っていうかね、押し入れ臭じゃないんですよ。やっぱりこれは水ならの匂いなんですよ。樽のちゃんとした匂いが聞けるので、これが水ならなんだっていうのが、わかりますね。こっちもね、もちろんわかるんですよ。普通の SR も。それよりもはっきりわかっちゃうのが、15年。いやー、これアクセントがすごいね。でね、どれも、ピートはちょっと効いてるんですよ。この12と15はどっちも。まあ、いつもよく言うように。ピート系の原種で、ちょっと輪郭をはっきりさせてるっていうのがあるんですけど、それは SR もそうですし、サントリーのオールドですね。あれのリッチ&メローなんかもそうなんですけど、
その聞かせ方がどれもうまいですけども、特にこれが際立ってますね。いや、綺麗なお酒です、これ。だから12年押す人っていうのはよくわかりますね。だから12年が品薄になっちゃうんだっていうのはわかりましたね。はい。ということでね、ちょっとね、今日はジャパニーズウイスキーを楽しむっていうことなんですけど。こういうことを今日はやってもいいかな？いや、これ絶対うまいと思う。12と15のブレンドですね。うん。だから両方にちょっと特徴をね、こっちがシェリーダル、こっちが水ならダルっていうのをやってくれてますんで、両方のいいところをこれでね、合わさったというフュージョンですね、これね。で、香りから。いい匂いになったよ、これ。さらに。いい匂いだよ、これ。いやいやいや、ほんとに。いや、これ贅沢だわ、これ。12プラス15で。ね。いい匂い、これ。これいいわ、これ。発見、発見。ちょっと、ね、テイスティングを。ね、いただきます。うまいですよ、これ。いや、マジでうまい、これ。やって、これ。答えはこれなんじゃないかな。いや、もちろん、12年だけで飲んでもうまいし、15年だけで飲んでもうまいんですよ。で、皆さん好みあるでしょうから、別々に飲んでいただきたいんだけれども、鶏ガラスープと豚骨スープを合わせて、ね。鶏ガラ豚骨スープ、さ、うまいに決まってんじゃないですか。ね。カツオだしと昆布だし、合わせて、カツオと昆布の合わせだしですよ。同じ理屈。これうまいわ。とんでもねえな、これ。なんか僕の理想これなんですけど。うんま。皆さんもやってみてください。はい。で、前も言ってましたけど、ハイボールとか絶対しないでください。そういうお酒ではありません。ね。そんなチャラいお酒ではないので、まあ、せいぜい水割りですよ。ね。やっていいのは水割りまで。ロックかストレートで言ってください。はい。それではロックでね。いかせていただきます。うまいな、やっぱ。これもう万能ですよ。万能なお酒。いや、やっぱウイスキーって言ったらこれですよね。これがウイスキーです。ね、やってみたいでしょう。ね、頑張って皆さんヤフーオークションで、にらめっこしてください。ね。いや、贅沢贅沢。本当に。今こういうお酒が飲めるっていうのは、ちょっともうないですね。現行品は高いお酒いっぱいありますけど、無理です。本当に。現行品でこの香り、特にセリダル原酒がないのと、水ならもね、このタイプはちょっとないかもね。本当に。いや、だって今のロイヤルって水ならの香りって、まあ、せんことはないけど、ちょっと違いますね。現行品の水ならの香りと、昔の水ならってちょっとなんか違う気がしますね。いや、これうまいわ。特徴を出してくれたっていうのは、まあ、どちらかお好みでっていうことだと思うんですけど、通常の SR のゴージャス版が、この二つ足したやつですね。ぐらいの感じになってるんで、本当に。そうだね。だから、響きマークの通常の SR っていうので、極まってたんだっていうのは基本的には僕の言ってた分析間違ってないですね。はい。特徴的なものをそれぞれ出せたっていう、そういう時代があったっていう。どうしようかな、これまた。移し替えるか、こっちにね。しかしこれやね、もうキャップどうにかしてほしいよね。まあ、だから安く手に入ったっていうの。